どうも、日向愛子です。今回はまた MJ 実況ということなんですけれども、前回初めての MJ トップを取ったので、この調子でいっぱいビンゴを開けていきたいと思います。ズルしない。では早速 MJ の方をプレイしていきます。3番打ちます。じゃあ、打ちまーす。さあ、速攻で3人集まりました。今回も大人気のね、この MJ。トーナメントのサンマ、参戦します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1曲、ドラは9層、プレイヤーは親です。実況は私。さあ始まった。あー、チートイツのいいシャンペン。よろしくお願いします。今から行ってみましょうか。これね、ワンズンのね、短期はね、結構上がりやすいって聞くから、残していきたいと思います。一番最初に仕掛けるのは誰か。安定のミサさん。トイメン。おお。いきなり仕掛けていった。トイをポン。ではトイじゃペイをポン。ペイはね、役牌なので一つトイメンは役がついたねなんて言ってる場合じゃないね。リーチ入ってよ、もう早いよ。しのげるのか。しのげるのかな。ああ追いついた。もうこういう時は自己都合で。こういちまん。E1 いるから。他に1枚切れの牌でね、行きましたけど。あれー。あれりりりー。これは思わぬ失点。コースタートを切りました。下茶。まずは一歩リード。すごくいい街ですね。下茶の方。だけど裏が乗らなかったので、これは私ラッキーです。プレイヤーはシャーチャです。私はシャーチャ。おー、面白いってきました。勝負の行方はまだまだわかりませんよ。サンシャン店だけど、すごい景色のいいサンシャン店。しかもね、赤が入ってるルールだからね。ポン泣いていこう。あっという間にこれでもういいシャンテン。うーん、残したくないな、これは。さあ、この牌はどうする。こういうね、ポンテンを取れるよ形を大事にしたいのでね。これ今ハツとペンも役で赤が1枚なんですけど、もし赤で上がれれば門眼なんですよ。これ大したことないように見えるんですけど、一体どんなドラマが待ち受けているのか。あ、やめへんか。もうね、降りないから親の現物の方打っちゃいます。両面両面。ね、つもぎりはこの暗い色になるんですよ。この暗い色つもぎりで、手出ししたのが明るいこういうになるんですけど、上がりきることはできるか。ひなた上がりきれますかね、ミサさん。あー、上がれた。つもきた。見事なつぼ上がりでした。見事な上がりです、ひなた。すごいね、解説と実況が褒めてくれる。ありがとうございます。感謝感謝。トン3曲、ドラはチュン、プレイヤーはなんちゃです。やっぱりスピーディーですよね、もう展開とか。みんな悩まないし、さらさら進んでいくんで。お、これはもう染めずにリーチ打てそうな手順を踏みたいと思います。すごい真面目に喋ってる私。ひなた、これでリアンシャンテン。あ、来ません。
結構普段はあんまりこうポンチもなかなかしないし、面前でリーチ手順が結構好きなんですけど、3番はね、そうも言ってられない場面が多くなりますよね。だからいつもよりも仕掛けが増えたり、スピードを上げていくみたいな局面が私でさえ増えます。支配に中ちゃんぱいが並んでいます。あ、ドラが出てきた。あっ、ここで仕掛けていく。ドラをだけ切って手出し嘘、嘘の方が大事だったんだ。相手の出方を伺っているのか。あ、へえ。ひなた、これは思わぬ失点。これはでも白のみか。1000点で済んだ。高順になったけどね。なおはもちもちだったんですね。私なんちゃ泣けなかったのはそういうことだ。現在のトップは下茶です。はい。トップ目とは気にするほど点差ではありません。わかりました。気にしません。100点差ですもんね。そんな気にしてられない。ひなた、早くもリャンシャン点。このね、ドラ、ドラ。これは。ドラ。ドラの方が大事ですよね。つもぎりが続きます。つもぎりが続きましたよ。いやー、難しい。安易に染めちゃいけないかな。40連続つもぎり、いや、よくあることなんでね。はい、5個目。一番最初に仕掛けるのは誰か。仕掛けるにしてもね、あー、なんか変な感じになってきましたね。リャンシャン点だけど、だけどみたいな、本当どうしようこれ。でも嫌なんですよね、私。お、これは嬉しい。場はコーヒー。おっと、ここでリーチ。リーチ入った。どんな勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。ドラ筋。あ、ドラ通った。こう三馬は決着がつくイメージなんですよね。こうなんかリーチが入った後。ここはドラを持ってきた。ドラはさ通ってるんだよ。切りたくないんですけど。で今回はもう本当点差が近いんで、あんまり。あ、ちょっと、あばあちゃん、流し漫画やってんじゃん。ちょっと待って、見てなかったよ。あの人、流し漫画じゃん。あ、終わりましたね。よかった、よかった。さあ、この範囲に、ここはスルー。さあ、この範囲はどうする？泣いても、テンパイ取れない。あー、取れてたかもしれません。やらなかったね。いいキャンピングが始まった。ここは一歩何も上がれない。しもちゃんの天天杯で、あ、急走も当たりですね。危にゃい。急走危ない。ワンチャンスみたいなノリでいくと当たりますね。ラン2曲一本場、ドラはイーピン、プレイヤーはシャーチャです。私もチャーチャー。あー、あんこ一つとトイツが二つ、自敗がパラパラしてるって。ドラいいピンかー。うーん、国士とかもね、見ても楽しそうなんですけど、ちょっと現実的に点差が近いので、重い空気に包まれて、逆敗は大事にしたいと思います。早いよ。リーチが早いよ。本当に3番は早いよ。自
配取るのかな。安全そうなのは Q1 なんですけど、ちょっと行ってみよう。ひなた、これでリアンシャンテン。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ここはドラを持ってきた。赤いの来たよ。どうしよう。あ、なん。ロン。わあ、怖い。あ、これもさ、選び方と運なところもありますもんね。リーチ、チャンカ、イーペー、ドラ。お高い、お高い。12,000が横移動しました。プレイヤーはシャーチャー。真ん中押すと点差出るんですよね。17-6。まだトップを狙えるポジションですよ。そうですよね。17-6さ。親はないけど最短2曲。ちゃんた系も見て。曲4シャンテン。一番最初に仕掛けるのは誰か。日向、これで一歩前進。ちょっと今回は。トイツかちゃんとかかな。なんかね、リアンソーなんですよね。重苦しい場になっています。本当重苦しい場になってますよ。あれ赤切ってる。もう1。そうだよね、赤も切ってね。私早いよって感じでしたもんね、捨て早も。でね、直接打っちゃうと、もう、3で、あ、ちょっと。ちょっと待ってよ、注意が必要です。どうなってるのよ。待って待って、もう、でも喋ってる場合じゃなくなっちゃったけど、喋ってる。私実況してる。あ、この範囲に運ばせる。よかった、マーピン通った。ちょっと対応しまーす。ここはドラを持ってきた。はい、そう、小そう。これさ、テンポが速いから対応するのも大変。おお、かっこいい。つもり数万個のやつだこれ。この倍マン、しかも裏裏での倍マン。あら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 、平たいよ。オーラス平たい。超接戦になった。いろいろあって、ちょっと待って、大事なのは点差ですよ、これ。あ、光った、いいってことよ。おお、なかなかの手ですね。全員がトップを狙える位置にいますね。最初に誰がテンパ入れるか注目しましょう。さあ、勝つのは一体どのプレイヤーか。3-8。あー、なん1個目の範囲巻いちゃった。さあ、この範囲に箱はする。あ、すごい。これね、そう、リーチしなくても足りるので、リーチはしません。すごい、今なんかすごいずるいチーソー引いた。私あとこれ上がれば逆転できる。え、ちょっとドキドキする。場を制する人物は一体誰なのか。ああ、空中、空中戦、やばい。ドキドキするけど、お願いします。お願いします、頑張れ。出た、ありがとうございます。トップになれました。電光石火の上がりと言ってもいいでしょう。優秀の美を飾ることができました。これは本当手配に恵まれた。逆転勝利。逆転。ありがとうございました。ありがとうございました。MJ 3万トップでした。1着。ということで、ビンゴは4回。リンゴカード回していきたいと思います。さあ、いきます。1 2 3 4。4個って少なく感じますね。
では1個目いきます。34番、ありました。おー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 、まだリーチにはならない。2つ目、24番、ある。すごい、結構開くやん。え、なんか全然なんか飛び散ってる。もっとなんかいい焼き方してもよくない？まあでもありがたい、開くことに感謝しましょう。次、3番はいらっしゃらない。はい、最後、お、51番。51はいらっしゃらない。ということで今回は2つ開きました。24と34、この2個が開いてこんな形になりました。なかなかリーチにはならないもんですね。まだまだこのカードと共に生きていくことになりそうです。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。 MJ 実況まだまだこの後もねいっぱい上がっていくので、ぜひチェックしてみてください。それではチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではバイバーイ。